ゆなです。今日はですね、はい、ゆなさんの初体験エピについてちょっと教えていただきたいと思って動画を回しております。初体験エピ、はい、私は高校1年生です。ちょっと早めなのかな。早いの、まあ、普通ぐらいか。早いっしょ、中2とかじゃない、わかんないけど普通ぐらいだと思うんですけど。その時の当時の彼氏、そうですね、初めて付き合った彼氏です。どちらで、あ、やった場所、はい、相手の家、実家、実家でもちょっとなんか特殊なお家だったんですよ。親とかには会わずに行ける感じの。どういうことまず玄関から違うみたいな、自分の家みたいな感じの自分の部屋。付き合って1ヶ月の時、1ヶ月は何もしなかったんだ。え、してない。でもともとなんかその相手はなんか結構遊び人だったっぽくてなんか中学の時とかいろいろ経験してた人だったんだけど、うちはなんかやったことないしちょっと嫌だったの。なんか怖いじゃん、初だから。なんか気持ち悪いのかなとか思って、付き合って1ヶ月なんかやったんだけど、家帰ってなんかそっからなんか2日ぐらい経ったらすっごい気持ち悪くなっちゃったの、思い出して。でキモみたいな、なんかもうキシャーみたいになって。 その人が、それともその行為が全部、なんかそれもその人もキモくなっちゃったのか。うーん、1回振ったの最低だけど、なんか一回振ったの。でもあっちはなんかまだ嫌じゃん、そんな振られ方、普通に、うん、悪気ないしと思って、うちも2ヶ月くらい経ってなんか心が許して、初めての彼氏だったのもあって、なんかもう一回やり直そうみたいなってやり直して、そっから平気だった。初体験はね、キモみたいな思い出ですね。じゃあよかったなーではないんだ。結構激しめだったみたいなとかあればね。激しめではないよ、普通にシンプルなノーマル。うん、一初めてなのに急に激しめで来られてもさ、怖くない？確かに。でも制服だったんだよね、高校生の時あって、ちょっと青春ではあったかな。ありがとうございましたありがとうございました。初体験はいつですか？初体験は19歳ですね。19歳の冬。割と遅めですよね。はい、遅め、遅咲きで、その時付き合ってた彼氏としました。ちなみに相手は何歳ですか？相手も同い年で、お互い初めてみたいな感じでした。シチュエーションとかって覚えてたりしますか？2人でまずホテルに行って、一緒お風呂入ったかな、そこは覚えてないとりあえずよしやるかみたいな感じで、ちょっと動画見て勉強してちょっとしました。あの初めての感想は、いったみたいな、こんなのがなんか大人は気持ちがいいのかみたいな、めっちゃ思って、でそして気づいたらなんかね、150人くらい行ってました最初いたって思って、変わったきっかけとかタイミングとか、回数を重ねるごとになんかこれどんどん快感に変わる。やっぱ最初って結構血出るんですけど、痛さが快感に変わるみたいな。痛いからやりたくないとかにはならなかったですか？いや、これはきっとなれるんだろうなっていう痛みだったんで、耐えて耐えて快感になりました感じです。ありがとうございます、はい、花木です。今日は、うん、花木ちゃんの初体験エピソードを教えてください、うん、はい。初体験はいつですか？高校卒業してすぐです。今は 19? 19です。ってことはちょっと前ぐらい。あ、そうですそうですね。で、割と遅めなのかな。遅めかもしれないです。お相手は何歳とか？お相手は先輩2個上でした。私が一方的に好きな彼氏ではなかったです。ああああ、その時のシチュエーションとかって覚えてますか？うん、全然覚えてないんですけど、でもその人のお家だった気がします。感想とかなんかどうだった？初めて、最初なんか周りのみんなに絶対最初は痛いよみたいな、なんか血出た子もいたしみたいな聞いてたんですけど、私血も出なくて痛くもそんなになくって、そこに驚きました。なんか意外と痛くないんだみたいな、こんなもんなんだってじゃあマイナスなイメージはなかった？あ、なかったです全然。あ、なら良かった、うん、ノーマルな感じでした、うん、そうですね、ノーマルでした。それこそ最初だったんで、やり方とかも本当に分かんなくって、友達の話とか聞いてたから、でもいざやってみるってなると全然分かんなくてノーマルでした。怖いとかなかった？最初
怖さはなかったけど痛いっていうのは聞いてたから、そこにちょっとビビってました。遅めの初体験だったということで、ありがとうございます。パクちゃんです。今日はパクちゃんの初体験エピソード教えてほしいです。初体験ですか？はい、初体験性的なやつですよね。そうです。年上の彼氏さんとしましたね。パクちゃんが何歳の頃？私17ぐらいだと思う。5人とか。周りの中だったら遅い方でした？みんな同じぐらいだった気がします。今もっとみんな早いですもんね。早いですよ ね。全然遅いぐらいなのかな、うん、相手って何歳ぐらいの人でした？相手23歳ぐらいです。その時どうやって出会ったんですか？紹介みたいな感じで、友達の彼氏さんの紹介みたいな感じで意気投合して付き合いました。彼氏なのいいですね。確かにそこは彼氏でしたね。その時のシチュエーションとかって覚えてますか？多分向こうの家だったかな、うん、そう気がします。ノーマルな感じ。ノーマルな感じ。だいぶノーマルな感じで。初めての感想は？初めての感想、生々しいなって感じですかね。確かに生々しい。もともと怖いイメージとか、うんうん、緊張とかありました？緊張はなかったですけど、意外と怖いっていうイメージもなかったかもしれないです。謎に リラックスしてました。謎リラックス。リラックス。気楽に。気楽にできたっていうことで。気楽にできました。ありがとうございます。ありがとうございます。普通ですいません。リコです。今日はリコさんの初体験エピソードを聞きたいです。何のですか？わかんないですか？あ、そういうのいらない？ゼッチ。ゼッチ。なんかエッチって響き怖い、ね、ちょっと昔すぎて覚えてないよ。ちなみに何歳の時でした？いや、なんかそれ私前も似たような企画あって、はい、その時19歳って言ってるんですね。100の質問の時に17歳って言ってるんですよ。はい、嘘ついてるわけじゃなくて、本当にしっかりしたものをやったのは19歳で、17歳の時はなんかちょっとちょろちょろっと、あただ脳幹含めた方がいいのか含めない方がいいのかって悩んだところ、まあ、ちゃんとやったのは19かなっていうのはあるんですけど。相手の方、うん、どんな方だ、うん、何歳でした？いや、でも相手は一回り以上上でしたね。え、初めてで、はい、こっちは初体験だけど、多分あっちは一回り以上上だったから、多分もうあまたの女とやってる人でしたから、まあ慣れてる人ではありましたよね。19歳の相手が一回り上で、彼氏でした？あ、そうですね、その時付き合ったのかな。その後彼氏にはなったけど、その時付き合ってたかどうかはちょっと初代の方で。はい。シチュエーションとかって覚えてますか？相手の家かな。相手の家で初めての時ってみんななんかこうめっちゃ痛いとか血が出てわーみたいな想像してたんですけど、はい、私なんか血とかも出ないし痛くもなくて、はい、えみたいな、いつの間にかなんかなくなっちゃってたのかなみたいな。17歳の時でやっぱ、いやだめだ、いやそれあのね、多分ね関係してないんです。17歳の時はちょろちょろっとだったんで、こう想像してたよりはなんかこう痛くないし、こんなもんなんだみたいな感じだった気はします。相手の人がもう結構経験し尽くしてるっぽいじゃないですか。あ、はいはいはい。ノーマルな、なんかノーマルだったんですけど、なんかその人が初めてだったから分かんなかったんですけど、なんかやたらべちゃべちゃ舐めてくる人で、耳とかにそのこうよだれが残ってる感じが気持ち悪い、不快っていうか、あ、こういうものなんだみたいな、耳がピチャピチャなんか不快になるものなんだって思ってました。自分的にはあんま良くない思い出で終わってるのか、うん、すごいキュンキュンしてお互い初めてでみたいな感じじゃなくて、もうそういう感じじゃなかったんで、あれよあれよという間に終わったみたいな感じのでしたね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日はももちゃんの初体験エピソードを教えてほしいです。アップルパイ食べましたね。相手の方とかの情報とか、当時の彼氏です。
ももちゃんは何歳の時でした？中学2年生ですね。ちょっと早め。早いかな？結構めっちゃ終わりぐらい。あ、中2の終わり？はい。シチュエーションとか覚えてないです。マジでアップルパイしか覚えてなくて、アップルパイ食べたなみたいな。それって前ですか後ですか？前？わかんない、忘れちゃった。はい、ももちゃんはアップルパイでした。アップルパイでした。ありがとうございます。はい、ひかるです。ひかるちゃんの初体験エピソードをお聞きしたいんですけど、中2ぐらいですかね。ちょっと早め？早いですか？早い気がする。何も変わらなかったから、もう向こうに全任せみたいな。その時はちなみに彼氏さん？あ、そうです、そうです。同い年の？そうです、そうです。普通にその時の彼氏で。付き合ってどんぐらいなってからそうなりました？半年くらいですかね。普通に本当にシンプルなその行為？シンプルな感じです。全任せみたいな。その時に全然分かんなくて、なんか事件起きたとか、なんか私がその終わった時にどうしたらいいか分かんなくて飲み込んじゃったぐらいです。え、どういうこと？口に出したんだ。そう、そうです、そうです。じゃあ中に入れなかったってこと？あ、中に入れたけど最終的には口に出した。結構初体験にしてはすごくない？え、そうですか。終わって向こうは普通にしてるけど、こっちはずっとこうどうしたらいいんだろうみたいな。トイレ行って吐き出すのもなんか失礼なのかなと思ってなんかその場から動けなくて、とりあえずこう飲み込んじゃう。その時期の男の人の方が知識があるから、あ、聞くのも変だし、ずっと喋れないし、ここにあるのきついなと思って、とりあえず飲み込むみたいな。怖いエピソードが聞けました。